オフィスシオン FM しきたりアカデミー。この時間は家族葬専門葬儀社オフィスシオンがしきたりや葬にまつわる慣習やマナーをご紹介いたします。今回のシリーズは家族葬の現場からです。オフィスシオンで働いている女性スタッフが仕事を通じて日々感じたことをブログに書いています。その中から毎日1話ずつご紹介していきます。2009年3月26日のブログより、いつの時代もラッキー。私の発想が変わっているのでしょうか。どんなことがあってもラッキーと捉えることができるんです。格好悪い話ですけど、以前ケンチャフだけでは食べていけなくなった時に深夜にアルバイトをしていたことがありました。そこのお店が牛肉の輸入問題で深夜の営業をなくした時に、私は仕事がなくなってリストラされてしまったんですけど、その時にでもラッキーと思えてしまったんです。そのことがケンチャフの考えやシステムを再構築して葬儀スタッフサービスに力を入れようと決意した始まりでもあります。逆に異業種に逃げていた私は、かえって自分自身のどこかにやましさというか、これでいいのだろうかと思っていたのかもしれません。その時リストラされたから今の形のスタッフサービスができました。それから家族葬専門葬儀社もできたわけです。だからやっぱり今から考えてみてもラッキーだったんです。ここ数日、知人が会社を辞めたりリストラされたり、スタッフが辞めたり、私自身携帯電話で捕まったり、車がブロックにぶつかったり、世間で言うところの不運なことが続きます。けど私の心の中にはいつもラッキーという言葉が広がります。応援してくださっている皆さんもいます。いつも明るくラッキーと心の中で言っています。今日私にとっていい話でないことを悪そうに私に話していただいた方もいますが、私にとっては何もかもがラッキーなんです。帰ってから社長に報告してもまた同じでした。社長の場合には少し過激ですけど、これで自由に行動ができるようになったと、今まで息苦しかったものがなくなり、少し肩の荷が下りたようでした。オフィスシオンではいつの時代もラッキーなんです。本日の内容はオフィスシオンホームページでもご覧いただくことができます。そして今回1月5日発売のオフィスシオン寺尾社長監修の漫画で丸わかり初めてのお葬式をプレゼントいたします。難しい、分かりにくいと思われがちなお葬式について、事前に知っておくこと、葬儀社を決めるまで、当日を迎えてなど、漫画で分かりやすく紹介しています。また皆さんからのご質問やご意見ご感想を募集しています。本をご希望の方、そしてご質問などは住所氏名をお書きの上、メールでは info@nara.fm info@nara.fm、 ファックスでは 0742-24-8422、 おはがきでは郵便番号 630-8334、 奈良市西野信也町43、 nara.fm オフィスシオンの係まで。お問い合わせは0742-24-8415、 nara.fm へお願いいたします。オフィスシオン FM しきたりアカデミー。この時間は家族葬専門葬儀社オフィスシオンがお送りいたしました。